ちはいつの日にかまたこの場所で寝よう、その日まで野に咲いた花のように決して負けずに強く咲きたい。今この撮影、約138回撮り直ししたんですけども、まあ、やっと満足できたのが撮れたんでこれでいいかなっていう感じで、今がですねもう10時から撮り始めてもう深夜の3時までちょっと回ってしまったんですけども、まあ、努力したんでぜひ聞いてください。あとクラブエールとても楽しいお店なんで皆